バイテレクはカザフスタン共和国の首都ヌルスルタンにあるモニュメント圏展望塔である。外国人旅行者やカザフスタン共和国の人々にとって人気のある観光場所であり、1997年にアスタナが首都となって依頼首都の象徴となっている。モニュメントは幸福を呼ぶ魔法の鳥と神話的な生命の木に関する民話を具象化したものである。その鳥とは サムルグといいポプラの木の二つの枝の間に卵を置くのである。平らに広がる広場に立つ高さ105メートルの構造物である。細い円柱状の軸を中心に支柱となる白い多数の梁に囲まれており、支柱群は頂上付近で松明の炎のように開いていて直径22メートルの金色の鏡できた球体を支えている。基底部には チケット売り場と展示スペースがあり、二つの昇降機が支柱に内蔵されていて、卵の中にある展望台とつながっている。入り口は視界の下にあり、展望塔を囲む広場から階段で降りたところにある。展望デッキは地上97メートルの地点にあり、97は首都がアスタナに移転した1997年に対応している。 展望デッキは2層からなり、一つは360度の展望があり、ヌルスルタンとその周辺を一望できる。その上の木座橋は階段室で、最上階には独立カザフスタン、共和国初代大統領、ヌルスルタン、ナザルバイフの金メッキの右手の手形が華やかな台座にかたどられている。名場によると観光客は望めば大統領の手形に手を置くことができる。手形は、 大統領宮殿を指し示している。手形と並行してヌルスルタンで数回開催された世界伝統宗教指導者会議を記念する木星の記念碑がある。これは地球を中心に16の放射状の木片が伸びている形をしている。ありがとうございます。